北条フェレット春くんです。今回はですね、3日間、100円でお母さんに依頼した節約飯で生活。おー、で僕らこの前疑似1週間としてそのプロのシェフ大西シェフにお願いして、その1日100円で1週間いけるのかみたいなやったじゃないですか。やりました。まあでもあれはもう本当にプロのそうだね、プロのね、もう技だったんですよ完全に、で僕らの身近でその節約系の節約飯のプロフェッショナルってあと誰かなって考えた時にやっぱお母さん、これは確かに。もしもし。あ、もしもし。どうした、元気かい。や、元気よ。節約のご飯をお母さんに決めてもらう。そう、だから1日100円とかなんだけど。1日100円。いやいや、完了したけど完了できたか今100円がどうなるか分かんないんですが、その、まあ、レシピもすごい送られてきてすごいもう手書きで送られてきて何枚も昨日やって今日出してくれたわけでしょ。作ってる様子とか作り方の工程の動画も送られてきましたからさすが YouTuber ママですね。もういや、さすがやっぱ僕に似てやっぱさすがだなと思って、うちのお母さん。というわけで早速ね、作っていこうと思います。最初は何作ろうかなと思ったんですけど、これ僕もよく食べてたなと思ったやつがあったので、それをね、作っていこうと思います。レシピの1枚目にあった納豆オムレツですね。これをね、作っていこうと思います。お母さんからも動画とかもね、送られてきてるんで、それを見ながら。納豆1パック。まあ、30円くらいかな。で、卵2つで40円くらい。で、残りの30円はご飯にします。はい、卵にこう、強火ですね。オムレツなんで、はい、どうか。もうちょいかな。おお、うまっ。え、神神かい。うまっ、作り方。はい、というわけでできました。卵2個と納豆1つで、納豆オムレツ。そして30円くらいでご飯で、ぴったり100円くらいですね。ほら、トローンって。うまそう。すごいこれ。うん。うま。うん。吉野家とか、ここでいいとか行くときに1000円くらいかけるけど。ねえ、そんな贅沢にしちゃダメだよ、やっぱ外食って。実践するべきだよ。当たり前のようにさ、1000円の夜ご飯食べてんの、やばいよね、俺ら。うん。2回に分けて夜食おうかな。で、納豆さ、夜に分けるのきつくない？確かに。俺もそれ、貧乏生活中っていうか、学生時代やってたけどさ、納豆を1日で2回に分けるのマジきついんだよな。はい、2日目でございます。ということですね、もう2日目の品をね、作りました。はい、本日はですね、まず玉ねぎとわかめのね、スープを作っていきます。はい、で玉ねぎだったんですけど、この1個40円のが売ってまして、これ半分のね、20円を今回使っております。まあわかめも目分量で20円分ぐらい、サラサラっと。はい、続きましてね、この厚揚げを使ってステーキをね、作っていこうと思います。ステーキっていうか生姜焼きですか。まあお肉みたいな感じで一口大、一口大っていうか一時ですね。で、本日まず作ったのは、玉ねぎとわかめのスープですね。2杯分ができたので、1杯で20円っていう感じでございますね。2品目は、厚揚げの生姜焼きですね。うまっ。めちゃくちゃ美味しい。うん。ああ。うん。まあ、厚揚げの、まあ、外はもちろんそのカリッとしてて、中ね、豆腐のふわふわ感があって、なおかつ、その生姜焼きのタレがね、かかってるんで、本当に口に入れた瞬間は、一瞬お肉かなって騙される。あとやっぱ弾力があるんで、すごいなんかお腹満たされる感じはありますね。すごい回数噛むんで。うん。
美味しい。なんか久しぶりですね。このなんかお腹が減ったら寝る、でお腹が減らないために寝まくるみたいな、そういう生活久しぶりですね。だから今日もね、めちゃくちゃ起きるの遅かったんですよ。今もう夕方ぐらいなんで、言うてめっちゃくちゃ寝ました。12時間ぐらい寝ました。おはようございます。3日目でございます。はい、ということで今日はですね、生配信のね、お仕事的なのがあるので、それに向けてね、お弁当を作っていこうと思います。ということで何作ろうかなと思ったんですけど、今回はですね、鶏肉のポン酢焼き、これをね、作っていこうと思います。よし、鶏皮、うわ多いな鶏皮、すげえすげえ、もう切れてるかな、ある程度。よし、調味料。はい、今ですね、生配信のリハーサルが終わって、お弁当タイムでございます。なんかこう、ケータリングもすごい、なんか美味しそうなんですよ、やっぱいたんですけど、僕はもう作ってきたんだよ、今日朝。え、肉ある？いや、そう、米とすごい鶏皮ともやしなんですけど、これでピッタ100円ぐらい、節約飯というか、貧乏飯みたいな。わー、食べたな。いや、1日100は結構きついね、やっぱこれ僕のご飯。あ、うまそうな。あれ、でけえチキンが入ってますね。あ、まあ一緒なんだけど。いやいやいや、お前皮や、こっちに身入ってるから。確かにな。いうまそうだけどね。皮まあ別にって感じ。デローンっつって、うまそうだけどね。うまい、まずくはない、まずくはないけど、うん、本当にお腹満たす食べだけの、うん、ちょっと寂しいね、やっぱ。うん、だから1日100円ではトライしたんですけど、うん、やっぱ改めて、うん、そのなんか、でも結構懐かしさはあったんですよ、やっぱお母さん昔こういうの出してたなと思って、はいはいはい、だから結構子供の時は分かんないじゃないですか。あ、卵と納豆でオムレツだーってなったけど、嬉しいよね。お母さんレシピで節約飯として持ってきて、あ、節約期だったんだなって今思いますよね。いや、節約期っていうか。はい、というわけですね、3日終わったんですけど、ここからおまけとして、作らなかったね、レシピを実際に作っていこうと思います。はい、せーの。やっぱ卵なんだな。はい、というわけですね、お母さんから届いた、100円レシピ、今回ね、いろいろ作ってみました。いやー、やっぱすごいなって思いましたね。はい、やっぱ主婦の節約術っていうか、節約飯って、いや、こう改めてこう自分でこう作ってみると、あ、すごいなって、まあ、工夫やっぱすごいしてくれてたんだなって、こう感謝もね、やっぱ生まれましたね。まあ主婦すげえなって思ったのと、お母さん本当にありがとうって思ったのと、まあ皆さんね、よければ、まあ節約したい時にはぜひ同じレシピでね、試してみてください。